始まってますね。はい。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。高橋みともでございます。今回、モンストのイベントをやりたいと思います。今回、モンストやりながら、感想動画でございます。では、行っていきましょう。まず、ウルトラマンジェットの感想、12話ですね。なんだろう。まあ12話の感想的にいくと、まあコスモス、まあちょっとコスモスとか近いんかなと思いましたね。ちょっと話の言い方は良かったかなと思いました。で、セーバーのに、じゃ次、セーバーです。セーバーに関しては、共同してよかったね、と思いました。で、キラメジャー、もう、早く言いますね。まあ、キラメジャーの兄さんは、ツッコミが多かったっていう、感じ？ちょっと、そんな感じです。で、ポケットモンスター2019の37話について、37話のあれなんですけど、まあ、初めまして、アローラっていう回だったんですけど、いやー、出ない声優陣もいんのかなと思ったんですけど、出てきたからちょっと嬉しかったですね。また行くんじゃないかなと思いながら見てました。ということで、まず、この話は終わりと。久しぶりにモンストの配信してるような気がする。
うん。よいしょ。アイリ光月のパパさん初見です。待って、今見えなかった文字が。はい、初見さんいらっしゃい。適当にやるやつだからスルーしても OK です。あ、ちなみにパソコンで動画聞きながらのモンストやってるの途中笑ったりするかもしれないです。アイリ光月のパパさんサブアカですか？ご新規のユーザーさんですか？新規でもないし、サブアカでもないっていう、サブアカに近いかな。一応メインアカはやってないけど、これがメインアカになっちゃってるけどね。あとで何年頃始めたか多分出せると思うんで、ちょっと待ちください。それにしても久しぶりすぎてね。ふふふ。ちょっと通す進めたいと思います。9回まではスキップしたので。あ、ちなみにこの、キャスの配信の動画は、一応これ YouTube にも上がるので、一応後でリンク貼るので、そのリンクをから見てくださいと。アイリ光月のパパさん、ユーチューバーさん。ユーチューバーでございます。僕。そうなんです。ユーチューバーだけど、あんまり見てもらえない系のユーチューバーです。よいしょ。あと、モンストのあれ見せますね。らしいです。収益ももらえないです。
今56人しかいない上に、まだまだチャンネル数も、なんだろう、再生数が少ないっていう感じですね。チャンネル者的には56人いますし、まあちょっと編集しないであげるから多分伸びないんだろうなっていうのはわかるけど、再生時間がちょっとずつだけど伸びてきてはいるけど、まだいってない。収益申請はまだ出せないから1000人の壁が超えられないっていうのが現状かな。あとちゃんとした特撮動画の感想動画、特撮っていうかあれもあげますので、よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。よいしょ。アイリ、今月のパパさん、最近はみんな課金結構してるから50点くらいのガチャじゃ見てくれないもんね。それもあるね。ちょっと間違えたっぽいな。ここに映画ごとくオンライン配信って書いてありますが、妄想配信です。ごめんなさい。書き換えのを忘れました。で、YouTube のリンクを貼るので、ちょっとお待ちください。よいしょ。今貼ったリンクが、Twitter のリンク、Twitter じゃない、YouTube のリンクです。とにかくあれです。うん、だろうね。そういう人たちしか売れないと思う。あー、通知入ってっけど、これごめんなさい。一応通知消えるようになってるはずなんだけど、ごめんなさいね。
一応これ動画にも上げるつもりでいたけど、ちょっと大丈夫でしょうかね。俺もしかしたらツイキャスの方で配信してんのか、俺は。てか多分ね、流行ってんのって大物系とか、ほら、なんつったやろ、芸能人も参戦してくるようになったから、余計難しいんだよね、取り込むのが。それは言い切れかもしんないけどね。はい、ありがとうございました。よしよし。あれ、何分間配信するんだっけ、できるんだっけ。久しぶりすぎて忘れてたぞ。そうだね。ちょっと今あれを症状か変えます。よし、オッケー。モンスター配信って切り替えたんで、とにかく30分ギリギリやりましょう。あとツイキャスやってるか、ツイキャスもやってるんで、ここらは言いますが、今後こういうキャス配信も多くなります。ちなみに今自分で見てるのであれですが、これお知らせです。なんと、これまだ仕事場の人とコラボするよっていう話してたと思うんですが、その件まだ進んでないので、ちょっとだけお待ちくださいね。何でコラボしようか今迷ってるんですよ。あっちから声かければ声かけてもらえばコラボするっていう感じなので、あと
今年中からいい気がしないけど、あることをやりますので。あの、今、中の人が仲良くしている人っていう、あの、登録すれば出てくると思うんですけど、ここに、丸々さんとあの、丸々って書いてあると思いますけど、これ、僕からマジのお願いでございます。今、あの、載ってますけど、石巻広域ワイズメンズクラブっていう、公式チャンネルがあります。そちらの方にもですね、一応、そちらの方と、近々コラボするよっていう話と、コラボするよっていう話をさせてもらいます。これ。まあ、一応言えば上司の人がやってるので、あの、一応あの、フリートークの中でも言ってますが、あの、コラボしたい方はフリートークかツイッターでとは言ってますが、あの、自分知ってる人は、あの、こういうツイキャスでもいいし、コメントで残してもいいので、あれしてくださいと。そしたらあの、コラボとかやりますよっていう話。ただ、今のところ、今コラボしようとしてるのが、その、ワイズメンクラブさんと、さっきも載って、上に載ってますが、ラトーニーごま油しともチャンネル登録、コラボする予定です。多分、ツイキャスかなんかで上がるんじゃないかな、多分そっちの方は。とにかく、そういう感じになると思います。一応、これ、その、納豆とごま油しの動画、実は未公開のがあるんです。わけあって出せなかったんですが、そろそろ解禁してもいいやろうと思って今本人に聞いてましたので、それ OK やったら、近々動画に上がると思います。まあ、もし何かあって予定変更したのしませんっていうこともあるかもしれないんで、そこだけは、ご注意ください。ただし、今あり得るのはそういうことだけと言っておきましょう。よし。っていう感じですかね。Sure.